すぐに使える日本語会話超ミニフレーズ発展210中上級編151番 1, 1そのお酒はどんな味なのなんて言ったらいいか。りんごのような甘みがあったよ。そのお酒はどんな味なのなんて言ったらいいか。 リンゴのような甘みがあったよ。二。怖かったでしょうその時。なんて言ったらいいか。ああもうこれで死ぬのかと思いました。怖かったでしょうその時。なんて言ったらいいか。ああもうこれで死ぬのかと思いました。三。じゃ。 元気で、頑張ってね。先生には、本当に、なんて言ったらいいか、ありがとうございました。じゃ、元気で、頑張ってね。先生には、本当に、なんて言ったらいいか、ありがとうございました。四、この度は、本当に、 何と言ったらいいか。わざわざお越しいただき、ありがとうございます。この度は本当に、何と言ったらいいか。わざわざお越しいただき、ありがとうございます。五。なんて言ったらいいかわからないけど、頑張って早く良くなってね。うん。ありがとう。 なんて言ったらいいかわからないけど、頑張って早く良くなってね。うん。ありがとう。152番。1。なんてことだよ。せっかくここまで来たのに工事中だなんて。ついてないね。なんてことだよ。 せっかくここまで来たのに工事中だなんて。ついてないね。二。なんてことだよ。一個も残ってないなんて。今一番売れる時期だからね。しょうがないよ。なんてことだよ。一個も残ってないなんて。今一番売れる時期だからね。しょうがないよ。 三。なんてこった、ズボンに穴が開いてるよこれじゃ履いていけない。あ、ほんとだ、それはかっこ悪いね。なんてこった、ズボンに穴が開いてるよこれじゃ履いていけない。あ、ほんとだ、それはかっこ悪いね。四。ええー、なんてこと。 花が全部枯れてる。ああ、残念だね。ええー、なんてこと。花が全部枯れてる。ああ、残念だね。153番。1。ん何あ、ううん。なんでもない。 何あ、ううん、なんでもない。二、大丈夫どうしたの大丈夫、なんでもない。大丈夫どうしたの大丈夫、なんでもない。三、何か言いたいことがあるんじゃないの 何でもないって。何か言いたいことがあるんじゃないの何でもないって。4。本人はこれくらい何でもないって。何でもないってことはないでしょう。相当痛いと思うよ。本人はこれくらい何でもないって。 何でもないってことはないでしょう。相当痛いと思うよ。5パソコン壊れちゃったのいや、別に何でもなかった。すぐ元に戻ったよ。パソコン壊れちゃったのいや、別に何でもなかった。すぐ元に戻ったよ。154番 この様子じゃ明日も雨かなうーん、なんとも言えないな。この様子じゃ明日も雨かなうーん、なんとも言えないな。二、先生、私はいつごろ退院できるでしょうか検査結果を見ないとなんとも言えませんね。 先生、私はいつごろ退院できるでしょうか検査結果を見ないと何とも言えませんね。3、今日は何時ごろに帰れそううーん、夕方から会議でさ、何とも言えないな。今日は何時ごろに帰れそううーん。 夕方から会議でさ、何とも言えないな。4きっと彼がここにゴミを捨てたんだよ、そう思わないいやあ、直接見たわけじゃないから、何とも言えないよ。きっと彼がここにゴミを捨てたんだよ、そう思わないいや 直接見たわけじゃないから、何とも言えないよ。5。地下鉄よりタクシーの方が早いかな。何とも言えないな。道混んでるからね。地下鉄よりタクシーの方が早いかな。何とも言えないな。道混んでるからね。6。 全部彼のせいというつもりはないんだけど、困りました。そうですか。私は事情を知らないので何とも言えませんが。全部彼のせいというつもりはないんだけど、困りました。そうですか。私は事情を知らないので何とも言えませんが。 155番。1。ギャンブルにお金を使うなんてバカバカしいよ。自分のお金なんだから別にいいじゃない。ギャンブルにお金を使うなんてバカバカしいよ。自分のお金なんだから別にいいじゃない。2。こんなものに税金を使うなんてほんとバカバカしいと思う。 ほんとだよね。こんなものに税金を使うなんてほんとバカバカしいと思う。ほんとだよね。三。また席替えするんだって。また時間の無駄だよ、バカバカしい。また席替えするんだって。また 時間の無駄だよ、バカバカしい。四、自分が損するばかりで、こんなバカバカしいことはないよ。そうだね。自分が損するばかりで、こんなバカバカしいことはないよ。そうだね。五、一生懸命やってるのに、客には文句ばかり言われて、 バカバカしくなってきた。そんなことないよ感謝してくれるお客さんもいるじゃない。一生懸命やってるのに、客には文句ばかり言われて、バカバカしくなってきた。そんなことないよ感謝してくれるお客さんもいるじゃない。156番。1。 彼一人で大騒ぎしてバカみたい。ほんとだね。彼一人で大騒ぎしてバカみたい。ほんとだね。二。彼の言葉に私ばかり悩んでてバカみたいです。もう忘れた方がいいよ。彼の言葉に私ばかり悩んでてバカみたいです。 もう忘れた方がいいよ。3こんなのに高いお金払ったのバカみたい。でももう買っちゃったからな。こんなのに高いお金払ったのバカみたい。でももう買っちゃったからな。4 頑張れば頑張るほど自分が損するなんてバカみたいな話ですね。ええ。頑張れば頑張るほど自分が損するなんてバカみたいな話ですね。ええ。五。バカみたいな質問かもしれないけど、聞いていい何 バカみたいな質問かもしれないけど、聞いていい何 ?157 番1この漢字なんて読むのえそれが読めないのはちょっと恥ずかしいよ。この漢字なんて読むのえそれが読めないのはちょっと恥ずかしいよ。 二、2. 得意料理とかあるんですかお恥ずかしい話ですが、料理は全然ダメなんです。得意料理とかあるんですかお恥ずかしい話ですが、料理は全然ダメなんです。三、<3. S 2> あんなことして恥ずかしくないの悪かったと思ってるよ。 あんなことして恥ずかしくないの悪かったと思ってるよ。4自転車持っていかれたのお恥ずかしい話です。止めたらいけない場所だったんです。自転車持っていかれたのお恥ずかしい話です。止めたらいけない場所だったんです。158番 一。何やってるの行くのか行かないのかはっきりして。行くよ、ちょっと待って。何やってるの行くのか行かないのかはっきりして。行くよ、ちょっと待って。二。原さんって出席か欠席かまだ決めてないんだ。そうなんですよ。 でも、はっきりしてくれないと困ります。原さんって、出席か欠席かまだ決めてないんだ。そうなんですよ。でも、はっきりしてくれないと困ります。三。彼女のことが好きなのかどうなのか、はっきりしろよ。ああ、好きだよ。 彼女のことが好きなのかどうなのかはっきりしろよ。ああ、好きだよ。4。結局、私たちは何をすればいいのよくわかんない。はっきりしてほしいよね。結局、私たちは何をすればいいのよくわかんない。はっきりしてほしいよね。 159番。1。あれ資料を持ってどこ行くんですか会議は明日に延期ですよ。え、そうなんですか初耳ですよ。あれ資料を持ってどこ行くんですか会議は明日に延期ですよ。え、そうなんですか初耳ですよ。 二、森さんの結婚祝い何にしようかえ森さん結婚するの初耳だよ。森さんの結婚祝い何にしようかえ森さん結婚するの初耳だよ。三、明日の勤務シフト変わったのを聞いてるえ 何それそんなの初耳だよ。明日の勤務シフト変わったのを聞いてるえ何それそんなの初耳だよ。4。これ、実家の青森から送ってきたリンゴです。よかったらどうぞ。田中さん、青森出身だったんですかそれは初耳です。 これ、実家の青森から送ってきたリンゴです。よかったらどうぞ。田中さん、青森出身だったんですかそれははすみみです。五。来月引っ越すって話したっけいや、はすみみだよ。どこに引っ越すの来月引っ越すって話したっけいや、 初耳だよ。どこに引っ越すの ?160 番。1。じゃあ、来週からお願いしたいんですが、月水均等土曜日でいいですかえ、土曜日もですかちょっと話が違うんですけど。じゃあ、来週からお願いしたいんですが、 月水金と土曜日でいいですかえ、土曜日もですかちょっと話が違うんですけど。2、2> 彼女、プレゼント喜んでたうーん、店員は絶対大喜びするって言ってたけど、なんか話が違ったな。彼女、プレゼント喜んでた うーん。店員は絶対大喜びするって言ってたけど、なんか話が違ったな。3. テスト範囲20ページから80ページまでだって。え ?60 ページまでじゃないの話が違うよ。テスト範囲20ページから80ページまでだって。 え ?60 ページまでじゃないの話が違うよ。4。では、代金の20万円と別途消費税を頂戴します。え税込みで20万円って聞きましたよ。話が違います。では、代金の20万円と別途消費税を頂戴します。 え税込みで20万円って聞きましたよ。話が違います。5。ミスは申し訳ないですが、一生懸命やってますので。それはわかってます。でもそれとこれとは話が違います。ミスは申し訳ないですが、一生懸命やってますので。それはわかってます。 でも、それとこれとは話が違います。6。ごめん。やっぱり金曜日行けなくなった。ええー、話が違うじゃない。金曜日なら大丈夫って言うから変えたのに。ごめん。やっぱり金曜日行けなくなった。ええー、話が違うじゃない。 金曜日なら大丈夫って言うから変えたのに。161番 1, 1この写真見てひどくないなにこれひどすぎる。この写真見てひどくないなにこれひどすぎる。2 こんな料理で2000円なんてひどくないこれはちょっとね。こんな料理で2000円なんてひどくないこれはちょっとね。3。この取扱説明書ひどくないすごい不親切。安物だからね。しょうがないよ。 この取扱説明書ひどくないすごい不親切。安物だからね。しょうがないよ。4. 昨日の試合見たちょっとひどくないうん、あれはひどいね。昨日の試合見たちょっとひどくないうん、あれはひどいね。 人のことをバカとか使えないとかひどくないですかそうだね。ちょっとひどいね。人のことをバカとか使えないとかひどくないですかそうだね。ちょっとひどいね。162番1今はいいけど 人事じゃないよね。そうだね。いつ自分たちがそうなるかわからないもんね。今はいいけど、人事じゃないよね。そうだね。いつ自分たちがそうなるかわからないもんね。二、これは人事じゃないと思う。うん。私たちも似たような立場だからね。 これは人事じゃないと思う。うん。私たちも似たような立場だからね。三。怖いね。ほんと、人事じゃないよ。怖いね。ほんと、人事じゃないよ。四、ね。 彼は自分は関係ないと思ってるのかなさあ、人事じゃないのにね。彼は自分は関係ないと思ってるのかなさあ、人事じゃないのにね。163番1彼はいつも一言多いよね。そう。 なんでああなんだろう彼はいつも一言多いよね。そう。なんでああなんだろうに。そんなこと今言わなくてもいいじゃない。一言多いんだよ。そうかなそんなこと今言わなくてもいいじゃない。 一言多いんだよ。そうかなぁ。三、さっきのは一言余計だったかもしれない。そうだよ、彼、ちょっとムッとしてたよ。さっきのは一言余計だったかもしれない。そうだよ、彼、ちょっとムッとしてたよ。四、 その服かわいいね。ちょっとサイズが小さいかもしれないけど。一言余計だよ。その服かわいいね。ちょっとサイズが小さいかもしれないけど。一言余計だよ。164番1データ全部消えちゃったよ。 えぇ、ー、全部それはへこむね。データ全部消えちゃったよ。えぇ、ー、全部それはへこむね。二。彼、だいぶへこんでるみたい。あんな風に言われたら誰だってへこみますよ。彼、 だいぶへこんでるみたい。あんな風に言われたら誰だってへこみますよ。三森さんらしくないね。元気出して。僕だってへこむことぐらいありますよ。森さんらしくないね。元気出して。僕だってへこむことぐらいありますよ。四 名前を間違えて言っちゃったんです。そうか。それで凹んでるんだ。名前を間違えて言っちゃったんです。そうか。それで凹んでるんだ。165番1さっきはごめん。怒ってる別に怒ってないよ。 さっきはごめん。怒ってる別に怒ってないよ。2. 彼女怒ってるかなどうしよう。大丈夫だよ。別に怒ってないって。彼女怒ってるかなどうしよう。大丈夫だよ。別に怒ってないって。 三、本当は怒ってるんでしょだから、別に怒ってないって。本当は怒ってるんでしょだから、別に怒ってないって。四、本当にごめん。僕が悪かったよ。そんなに謝らないでよ。別に怒ってないから。 本当にごめん。僕が悪かったよ。そんなに謝らないでよ。別に怒ってないから。5マイケルが気にしてたよ。怒ってるんじゃないかって。え、なんで別に怒ってないけど。マイケルが気にしてたよ。怒ってるんじゃないかって。え、なんで 別に怒ってないけど。166番1先生の話面白いね。うーん、勉強になるよ。先生の話面白いね。うーん、勉強になるよ。2このセミナーどうかな行ったことあるけど、勉強になるよ。 このセミナーどうかな行ったことあるけど、勉強になるよ。3. やっぱり実際に経験すると勉強になるね。そりゃそうだよ。やっぱり実際に経験すると勉強になるね。そりゃそうだよ。ね、だよ 4. 今日はいい話を聞かせていただきありがとうございました。とても勉強になりました。そうですか。今日はいい話を聞かせていただきありがとうございました。とても勉強になりました。そうですか。五。こういうのに出ると色々いろいろ勉強になるね。そうだね。 こういうのに出るといろいろ勉強になるね。そうだね。167番1仕事はどううまくいってるそうですね。ぼちぼちです。仕事はどううまくいってるそうですね。ぼちぼちです。2 来週、レポートの締め切りだよね。準備してるぼちぼちね。来週、レポートの締め切りだよね。準備してるぼちぼちね。3. 工事は始まったまだだけど、ぼちぼち始まるんじゃないかな。工事は始まったまだだけど、 ぼちぼち始まるんじゃないかな。4。どうですか売り上げの方は。そうですね。ぼちぼちというところですね。どうですか売り上げの方は。そうですね。ぼちぼちというところですね。5。結構お客さんが来てるじゃない。まあ、ぼちぼちかな。 結構お客さんが来てるじゃない。まあ、ぼちぼちかな。168番1ヤンさん、まだ怒ってるのかなそのうち落ち着くよ。ほっとこう。ヤンさん、まだ怒ってるのかなそのうち落ち着くよ。ほっとこう。2 ちょっと食べ過ぎなんじゃない別にいいでしょう。ほっといてよ。ちょっと食べ過ぎなんじゃない別にいいでしょう。ほっといてよ。三、ちょっと一人にして。こんな時にほっとくわけにはいかないよ。ちょっと一人にして。 こんな時にほっとくわけにはいかないよ。4マイケルがいつも私のことバカにするんです。そんな人、ほっとけばいいよ。マイケルがいつも私のことバカにするんです。そんな人、ほっとけばいいよ。169番1 ご家族と連絡が取れたんですかはい、とりあえずほっとしました。ご家族と連絡が取れたんですかはい、とりあえずほっとしました。二、お疲れ様。無事に終わってよかったね。うん、とりあえずほっとしたよ。お疲れ様。 無事に終わってよかったね。うん、とりあえずほっとしたよ。3. 大したことなくてよかった。元気な顔が見れてほっとしたよ。ご心配をおかけしてすみませんでした。大したことなくてよかった。元気な顔が見れてほっとしたよ。ご心配をおかけしてすみませんでした。 4. ああ、危なかった。とりあえずほっとしたよ。これに乗れなかったら大変なことになってたからね。ああ、危なかった。とりあえずほっとしたよ。これに乗れなかったら大変なことになってたからね。5. あ、コンタクトあったよ。よかった。 よかったー。これ高いんですよ。見つかってほっとしました。あ、コンタクトあったよ。よかった。これ高いんですよ。見つかってほっとしました。170番。1。最近、朝食抜いてるんだ。えー。 体に良くないんじゃないダイエットもほどほどにね。最近、朝食抜いてるんだ。へえー、体に良くないんじゃないダイエットもほどほどにね。に、じゃあお先に、田中さんもほどほどにね。私もそろそろ帰ります。お疲れ様でした。 じゃあお先に、田中さんもほどほどにね。私もそろそろ帰ります。お疲れ様でした。3、ビールもう一杯飲もうかな。大丈夫ほどほどにしてよ。ビールもう一杯飲もうかな。大丈夫ほどほどにしてよ。四。 それもこれも嫌、可愛くない。もう、わがままもほどほどにして。それもこれも嫌、可愛くない。もう、わがままもほどほどにして。171番1自転車買って、日本を縦断しようよ。本気で言ってるの 結構大変だよ。自転車買って日本を縦断しようよ。本気で言ってるの結構大変だよ。2. 2実は会社を辞めて農業をしたいんです。それ、本気で言ってるの冗談でしょ実は、 会社を辞めて農業をしたいんです。それ、本気で言ってるの冗談でしょ ?3 私たち、やっぱり会わないと思う。別れた方がいいんだよ。ええー、本気で言ってるの私たち、やっぱり会わないと思う。別れた方がいいんだよ。 ええー、本気で言ってるの ?4 プロのボクサーを目指すなんて彼本気なのかなああ、本気みたいだよ。プロのボクサーを目指すなんて彼本気なのかなああ、本気みたいだよ。172番1 お店、どこにするどこでもいいよ。任せた。お店、どどここにするどこでもいいよ。任せた。二、じゃあ飲み物買ってくるね。ピザの注文は任せた。わかった。じゃあ飲み物買ってくるね。ピザの注文は任せた。わかった。三、 田中さんとか森さんとかも誘ううーん。任せた。田中さんとか森さんとかも誘ううーん。任せた。4。お店の予約もしてくれたのいや、それはスーザンに任せた。お店の予約もしてくれたのいや、 それはスーザンに任せた。173番1私は全然可愛くないからモテないですよ。また誰も信じないですよ。私は全然可愛くないからモテないですよ。また誰も信じないですよ。2 リンダさんってかっこいいですよね。美人で頭が良くて。また、調子いいんだから。リンダさんってかっこいいですよね。美人で頭が良くて。また、調子いいんだから。三。私が辞めても誰も困らないと思うんです。また、 変なこと言わないで。私が辞めても誰も困らないと思うんです。また、変なこと言わないで。4。僕はまだまだですよ。もっと練習しなきゃ。また、めちゃくちゃうまいじゃないですか。僕はまだまだですよ。もっと練習しなきゃ。 また、めちゃくちゃうまいじゃないですか。歌は下手なので、皆さんのを聞いてるだけでいいです。またまた、田中さんからすごく上手だって聞いてますよ。歌は下手なので、皆さんのを聞いてるだけでいいです。またまた、 田中さんからすごく上手だって聞いてますよ。174番1今日は残念だったけど明日からまた頑張ろう。はい今日は残念だったけど明日からまた頑張ろう。はい 2, 2今は辛いと思うけどまた頑張ろう。 今は辛いと思うけど、また頑張ろう。うん。三、元気出して、また頑張ればいいよ。はい。元気出して、また頑張ればいいよ。はい。四、明日からまた頑張りましょう。ええ。 明日からまた頑張りましょう。ええ。五、いろいろアドバイスありがとうございます。また頑張ります。ええ、頑張ってください。いろいろアドバイスありがとうございます。また頑張ります。ええ、頑張ってください。百七十五番。一、うわ。 すごい並んでる。またにしようか。うわ、すごい並んでる。またにしようか。に、雨、やみそうもないね。うーん、山に行くのはまたにしよう。雨、やみそうもないね。うーん、山に行くのはまたにしよう。 3. この時期は混んでるから、またにしようよ。ええー、またっていつ行くのよ。今日行っちゃおう。この時期は混んでるから、またにしようよ。ええー、またっていつ行くのよ。今日行っちゃおう。4. じゃ この続きはまたにしましょう。はい、ありがとうございました。じゃあ、この続きはまたにしましょう。はい、ありがとうございました。ごなんか用ああ、い,いや、またにする。忙しそうだから。なんか用ああ、い,いや、またにする。忙しそうだから。